回行きます。はい、行ってきます。 OK、 頑張りたいです。めっちゃぴったりじゃない？すごい。いけんちゃん。おーおこれからどこ行きますか？ねえ、どうします？秋葉原のおすすめスポットを教えてくださいよ。あ、えって私は知らないですよ。本当ですか？私の方が秋葉原知らないですよ。逆に日本人ですから。でも大阪人なんでほぼ日本人じゃないです。みんなどこ行くもんなんですかね、秋葉原って。メインの通りみたいなのがあるんですか？何ですか？なんか大通りというか、なんかメインストリートみたいなのがあるんですか？あるのかな、わからないです。どこが、なんだやろ。なんかでもゲームセンターとか行ってみません？行ってみましょうね。行ってみましょう。ゲームセンター。 UFO キャッチャー得意ですか？いや、私はもうできないですよ。取ったことないですよ。嘘。はい、私アヒル取るのめっちゃ得意なんですよ。え、そうなんですか。ぜひ教えてください。ぜひやりましょう。アヒルいたらね。そう、私めっちゃアヒル好きなんですよ。なんか、あのお風呂のアヒル、これもアヒルなんですけど、なんかご飯いっぱい食べたからすごい元気になりましたね。なりました。元気もりも。寒そうですけど。寒い。寒い。大丈夫ですか？何ですか？カイロ入れます？カイロ。これね、食べやすそうですか？いや、優しい。いる？大丈夫です。大丈夫です。いる？食べやすそう。どうやって歌練習したんですか？歌？普通に歌って、うん、なんかどん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 時間経って上手に。いや、私は上手じゃないですけど。上手でしょ、絶対。あとで家帰ったら私リザーさんの YouTube めっちゃ聞こうと思ってました。それって青いですか？青ですよ。青ですか？なんでインドネシア人は緑ですよ。緑ランプ。それってなんかあれですよね、なんか日本人ちょっとそこ変わってるんですよね、確か。なんで？なんでですか？なんでなんですかね。緑じゃないです。緑ですよ。緑ですよね。そうですよ。インドネシアの信号はどんなんですか？似てます？似てます、似てます。似てるんですね。赤。イエロー、イエローって何？イエロー、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 そう、グリーン、プリン、グリーン、グリーンね、グリーン、プリン、青じゃなくて緑、青、青じゃないですよ。秋葉原を紹介してください。2? はい。Really? お願いします。多分4回目ぐらいなんですけど、はい、皆さんこんにちは。秋葉原にやってきました。秋葉原。秋葉原はどんな街かと言いますと、電気屋さんがたくさんあります。あと、はい、ゲームセンターがいっぱいあったり、はい、コミックブックとかゲーム屋さん、はいはい、いろいろあります。アニメが好きな人はぜひ秋葉原来てくださいね。本当にそうだと思います。はい、ここにもたくさんアニメのキャラクターたちがいます。ゲームですね。ゲーム知ってますか？知ってます。知ってます。原神。原神。おいよ、原神、原神、原神。おばちゃん。へえ。
ほんがらていぐい。Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all. Yes, you're not this. Have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Here's the...どこ行きますか？ゲームセンター行きましょう。ゲームセンター行きたいです。撮ってもらいます。 OK。 キムチです。キムチです。30です。30です。かっこいいですよね。かっこいいですね。妹ちゃん可愛いです。妹可愛いですよね。ねずこちゃん。あ、見てます。キムチやいば見てないです。けどみんなに言われるから名前だけは覚えます。リザルさんは好きなキャラクターなんですか？ルフィですね。ワンピースのルフィ。ああルフィいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。ルフィもあんまり知らないけど名前は知ってます。そうなんですか。Oke, jadi kita sudah ada di Akihabara bertiga dan kita akan menuju ke game centernya Akihabara gitu ya. Koko karo makasimasu nde. Nanka, このアヒルの UFO キャッチャーがあるのは Saito Station なんですよ。Saito Station って秋葉あるんかな？調べてみます。お願いします。はい。来ました。3分。3分、うん、はい、行きましょう。そう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 、JKT48 今もやってます。いや、わかんないです。やってますね、多分。ジャカルタ48好きですか？あまりです。あまりなんで？歌が下手。そうわけじゃないですけど。そういうわけじゃないけど。チェンネルがなんか私はメタル。あ、メタル好きなんですよ。分かってから、お前ら先に。ロックも好きなんです。はい。だからワンオクロックが好きなんですよ。あんまりアイドルを、アイドルはあんまり見てないんで。あ、はいはい。カインド、カインド、アイコンラインド。はいはい。いや、残念ですね。残念でしたね。Gak boleh buat rekam video katanya. Kira, jadi kita jalan-jalan seharian bersama Yuka-san. Orangnya enak banget sih. Buat ngobrol, ngobrol itu enak banget. Mantap lah, mantap.
よー、うん、どこ行きますか。セガです。セガです。セガはそこです。普通あります。なんかあれが三号館って一番こっち側にある。呼び求めるものは皆座れます。1号館でも2号館がどこにあるか分かんない。そうなんですか。いいですね。いいですね。オーストラリア行ったんじゃん。カルチャーショックはあったんですか。あ、カルチャーショック、はい、ありましたね、多分、うん、でもなんかアメリカ行った時のはいろいろありましたね。なんか店員さんがなんか商品を並べてる時に普通に仕事してるのに大声で歌ってたりとか、あとなんかショッピングカートがめっちゃ大きかったりとか、うん、なんか日本って全部ちっちゃいじゃないですか。まあなんかアメリカのサイズに全部びっくりしました。あ、はい、やった、よかったですね。入れました。Akhirnya boleh ngerekam katanya. Boleh, boleh, boleh. Hai. これ何のキャラクターですか。いや、わからないですよ、私は。知らないんかい。はい、ポケモン。ポケモン。えい、ポケモン。かわいい。いますよ。やって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 。鬼滅の刃。え、これやんね、炭治郎。炭治郎、そうそうそう。炭治郎と煉獄。煉獄って言うんですね。あ、ねずこ。あ、ねずこ。ねずこが。ねずこチーム。助けて。聞こえないよ。聞こえない。やってみて。私あのさっきのあっちのやつやっていいですか。オッケー、いいですよ。下まで行かなかったよ。これちょっと可愛いなと思って。はいはい。可愛くないですか。可愛いですね。チーコ、見たことないけど。私も見たことないですけど。でも可愛いですね。可愛いから家にいたら嬉しいからちょっとやりたいね。ini musuhnya kayak gini, cabai-cabitannya. Simulasi. Oke, nyari masyo. Oke, kita nilai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 . Oke, kita ちゃん。惜しい。惜しかった。パパでかいから取れるのかな。そうですね。ねえ。惜しい。取れなかった。やる？なんか100円いっぱいありますか。 あ、あります。はい、ポチル頑張れ頑張れ頑張れ。 OK。欲しかった。ちょっと今のめっちゃ、え、すごい。やば。欲しかったよ。じゃあリザルさん。はいはい。Sigi, nama siapa menurutmu pas kui? Sutengil, Sutengil, Sigi.
ダメですね。うわー。何や私は。じゃあもう一回行きます。はい。やってみます。オッケー。これなんか簡単そう。いけそう。なんか今ここと腕の力めっちゃ弱くなかったみたいな。これとかもよくわかんないし、どうやって飛んでんって感じ。そうですね、これはどうやって頭を取るんですね。そうです。へぇー、足を押さえたい。え、こっち顔可愛くないですけど、私はシワだらけでした。謎キャラばっかりです。知らないキャラばっか。あ、そうですね。さっきのやつですね、虹ヶ崎学園。うん、やったー。全然知らないです。知らないです。そうですね。おみくじ。おみくじ。みんな結んでますね。おみくじやったことあります？ないです。ないですか？ないです。あんまり信じない。まあですね。そうですよね。日本人はでもお正月になったら神社に行っておみくじして1年の占いみたいなしてます。うん、そうなんですか。なるほど。おみくじなんかワンストラックだったらこうやって結んで、はい、なんかベストラックとかだったらお家持って帰って財布に入れといたりとか。へー、なるほど。おみくじ。Thank you.